すみません、待たせてしまいましたか。それならよかったです。行きましょう。実は先ほど処分が決まりました。はい、結論から言うとジョエルの極刑は免れました。ロイ様が口添えしてくださったんです。俺もそう思っています。呪術具を使用したことについての厳重注意はありました。ですがロイ様とシェリー様が強く訴えてくださり、処分はなしということです。はい、これまで通りお二人の従者としてこの学院で過ごせます。あなたと離れることはありません。すべてはロイ様とシェリー様のお心の広さのおかげです。お二人にお仕えできて本当によかった。そうかもしれませんね。サータ様、じゃあな。サータ国の王子ランス・サータ様です。たまにノクスの面倒を見てくださるんです。遊んでほしいようですよ。
泉に行きませんか？行きましょう。はい。先に言われるとは思っていませんでした。今、俺も同じことを思っていたので。俺もあなたのことが好きです。よそ見はダメです。Thank you.
なぜですか？いやですか？戻りましょうか。どうぞ。綺麗だ。大切にさせてください。落ちないように捕まって。柔らかい。きっと彼女じゃなかったらそうは思わなかった。彼女だからもっと欲しい。力は抜いてください。
こんなに自分の中に征服欲があったとは。ああ、だからか。あれは嫉妬だ。あれは嫉妬だ。ここまで彼女に夢中だとは。でも、これが俺の素直な思いだ。なんて可愛らしく泣くんだ。このままだとめちゃくちゃにしてしまいそうだ。まだこの時間は講師のお勤めがあったはずだ。大丈夫です。すぐに講義にお戻りになるかと。もっとその顔が見たい。戻られたか。あなたをもらっていいですか。目の前のこの子が欲しい。早く全部。そうか。自分のことを認め、支え、そして包み込んでくれる人が目の前にいる。それは何者にも代え難い幸福なんだ。好きだ。